時間輸職員高原は車椅子の方に対してまた来たのかと言い放った。これは障害者に対して差別であり問題だと思います。私が帰りに高原にそういうことは言わない方がいいと言ったが逆切れされた。8月3日に車椅子進入禁止の紙が置かれていたそうです。車椅子進入禁止、これは障害者に対する差別であり、草津町は決して黙認してはいけません。その後クレームのメールを7月23日に草津町にメールをしたが、あまりに返事が来ないので間に2回計3回のメールを送信した。8月15日に返信は来たが、車椅子の対処についてだった。車椅子進入禁止の紙は車椅子は通路に置いてくださいに変更された。法令に反するような行為は行政としては、それを認めるわけにいかないと。この一点のみです。危機管理というものは全てのもので求められますから。と、黒岩町長は発言しているが、高原の発言は法令に反してないのでしょうか。一刻も早く対応する必要がある。群馬県草津町黒岩町長には一刻も早い対応をお願いしたい。